はようございます。今日は御殿場ルートから富士山に登っていこうと思います。今ここですね、ここから登ってきましたね。でこれが剣ヶ峰。いやー天気がね良くて良かったですね。ただ最後ねめちゃめちゃバテました。バテたけど頑張ったんでね、今のうちに高評価をいただけると大変ありがたいです。それではどうぞ。はい、ここが第2駐車場ですね。110台止まるらしいですね。でこの第2駐車場の下に第3駐車場がね、まあありますね。まだ余裕があるみたい、第3駐車場の方は。で富士山見える、上まで全部見えますね。予報ではね曇りだったんですけど晴れましたね。よし行きましょう。でここが第一駐車場かな。第一駐車場は一般車は止まれないですね。で富士サイクルステーションっていうのがありますね。まだ時間が早いので空いてないのかな。でここがトイレですね。水洗の綺麗なトイレですね。ちょっと並んでますね。でここが協力金の支払い場所ですね。でここが登山口かな。建物、このちっちゃい建物、9時からかやってるんですね。でここがバス停ですね。トイレに寄らせてもらってそこから出発しましょうか。ちょっと休みます。はい、じゃあ行きましょうか。今年もねもらいましたね、緑のバッジは。2個目かな。よし、ゆっくりゆっくり行きましょう。大石茶屋ですね。有料トイレ100円。下の方には雲海が出てたんですね。よし、あれが上がってくる前に上に行きたいですね。右が下山道、左が登山道ですね。よし行きましょう。
富士山隠れちゃいましたね。いや衝撃的な暑さ。今こうやって雲に隠れたんですけど、さっきまで直射日光だったんでめちゃめちゃ暑いですね。はあ、傘持ってくればよかったな。このまま日が隠れていなければ。で下がねこんな感じで砂なんで足が少し取られて歩きにくいですね。ちょっと体力を使います。よし、6合目から7合目まで衝撃のコースタイム5時間20分。遠いな。新午後五尺ですね、はあ、ここでね下山道と交わりますね。わー白くなったな。ただ涼しい。
一気に涼しくなりましたね。ずっとね直射日光が当たって暑かったもんですから、ただ上の方は全然見えなくなりましたね。わあ、ちょっと先も見えなくなりましたね。いよいよ真っ白ですね。だいぶね傾斜がきつくなってきましたね。そしてザラザラなんで歩きにくいんですよね。少し滑るんで、よし、ゆっくりゆっくり行きましょう。ゆっくり。
またブルムチと交差ですね。9、4号目かな。一瞬ちょっと傾斜がね、緩くなってますけど、また登っていくんでしょうね。しんど。きついですね。ちょっと休もうかな。はぁ、一瞬休みます。よし、行きますか。こんだけ真っ白だと、どこ歩いてんだかわかんないですよね。あ、向こうの方ちょっと青くなってるな。ちょっとぐらい明るくなってくれないかな。おー、晴れた。うわー、まだでっかいね。やっぱでっかいね。はあ、明日ガスガスだ。上の方はずっと晴れてたのかもしれないですね。よし。わあ、快晴。あ、小屋も見えてきていますね。あれかな。小屋だ。新6号目半蔵坊。
小屋ができたのかな。こんにちは。はい。今年オープンです。あ、今年できたんですね。今年です。広いし綺麗だし、はい、うちのトイレはね、富士山で一番綺麗なトイレだから。あ、そう。なぜと今年からだから。あ、新しいからか。ここに小屋があるんだったら、トイレどれだ。水2リットルも担いでこない方が良かったかな。よいしょ。うわあ、晴れたね。よいしょ。ちょっと休もうかな。ちょっと休みます。よし、じゃあ行きますか。次がね、旧6号目、今が新6号目、その前が旧4号目、その前が新5号5尺、もうよくわかんない。あー、白くなった、白くなってきちゃいましたね。次が96号目、コースタイムで1時間ですね。
965号目、小屋、あとはですね、跡形もないってやつですね。木がある、はあ、ジグザグジグザグ登ってきましたね。向こうの方は曇りなのかな。山頂は快晴、このまま持てばいいんですけどね。いや、しんどい、休みます。よし、行きますから。ここは6号目、次が7号目、日の出館。若干ガスが上がってきたかな。上の方は、ああ上がってきた。よし、頑張りましょう。ここが日の出館なのかな。よく考えたらね、日の出館なんて御殿場ルートにないんですよね。吉田ルートにはあるんですけど。ああ、そうですね、日の出館って書いてありますもんね。いやー、まだ持ってますね。ここも閉まってますね。よし、この後に、あ、ここですね、ここに小屋があります。で、小屋がね2つ続くんで、次の次の小屋すぐそこだと思うんでね、そこで休憩しようかな。いい天気になったね。
わらじ感ですね。はあ、7号4色。ああ、スイカがあるんだ。カレー大盛りもいいね。よし、次の小屋、あそこですね。すぐそこ、あそこで休みましょう。7号5尺砂走り感ですね。これおかわり自由なんてすごいね。ここまでもう6時間ぐらい経ってるので、6号目に新しい小屋ができたっていうのはすごくいいんじゃないですかね。あそこから結構時間かかってますからね。水もトイレもなしだときついですもんね。あ、次の赤岩館かな、あれ横に長いやつ。もうだいぶ近くまで来ましたね。よし、ちょっと休みます。はい、出発しましょう。少し雲が増えてきたかな。上の方もね、真っ青だったけど、今薄く白い雲がかかってますね。で、次がね、この赤岩館かな。ちょっと遠いな。よし、ゆっくりゆっくり行きましょう。足場の様子が変わってきましたね。ずっと砂だったんですけど、ここら辺にして岩がゴツゴツになってきましたね。あとちょっとね、長めに休憩したら足が止まっちゃいましたね。あと高山病かな、頭痛も出てきてます、ね、前回も去年も頭痛にはなんなかったんですけどね、はあ、先週の疲れがまだ取れてないのかな。脳トレから来ただけに行った。めちゃめちゃ疲れましたもんね。久々に筋肉痛になったんで、多分その疲れが全然抜けてないんでしょうね。ゆっくり行きます、ゆっくり。
ここが300円トイレですね。しんどいですね。もう一回休もうかな。よし、行きますか。もうね、小屋はない。ここが最後の小屋ですね。よし、コースタイムで1時間35分行きましょう。8合目かな。あ、そうですね、8合目見晴らし館。ここも見晴らし館だ。見晴らし館後かな。しんどい、しんどい。ここで休もう。しんどい。行きますか。風が強くなってきましたね。あそこだ。このジグザグを登っていくんですね。
今8号目と頂上の中間ぐらいですね。歩きにくいですね。ちょっと下がザラザラしてて大きい石もあったりして、カメラ止めて時々休み休み行ってますね。しんどすぎるわこれは。ちょっとよいしょ。今日天気がいいのでお鉢巡りしようかなと思ったんだけど、ちょっと体力的にかなり厳しいですね。時間的にももう14時なんで、とっとと降りてこないと暗くなっちゃいますね。はあ、もうちょっとかな。頑張ろう。やばいですね。完全に足が止まってしまって、50メートル歩くのがやっとですね。よいしょ。もうね、あそこがね頂上なんですよ。もう見えてんのすぐそこなんだけど、ダメだ、進まないです。よいしょ。あとちょっと。着いた。はあ、着きましたね。時間かかったな。最後バテたな。天気良くてよかった。天気良すぎて暑いなんてことも、最後ね風が強かったんでそういうこともなかったですね。これが銀名水か。ちょっとこの上の見晴らしのいいところに行きますか。あとちょっと。
富士宮口はここから登ってきますね。あれ、朝5時より営業が閉館しましたか。もう時間遅いから終わっちゃったんですね。富士山頂組合郵便局も終わっちゃったのかな。14時までだ。ポスト、でこれがトイレですね。でこれが剣神ね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。感想なんかをねコメントでいただけると。ちょっと待って、火口も見に行こう。はい、改めて最後までご視聴ありがとうございました。感想なんかをねコメントでいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で。7合目ですね。でここから登山道と下山道を分かれて大砂橋に行きましょう。どれだ、これか、これか、こう、よし、楽しみですね。もう結構日が傾いてきちゃったんですよね。始まりましたね。ただね、まだ砂が少ないんですよね。少ない割に急斜面なのでちょっと怖いですね。もうちょっと降りたらふかふかの砂がね待ってるはずですね。もう宝永山が見えてきましたね。また砂が少し少なくなってきましたね。気をつけないとこう足ぐねったり転んだりするんでね、結構体力使うんですね。あとですね、書いてない、富士宮ルートですね。こっちが富士宮ルート登るときに下山はプリンスルートで下った方がいいですよって言ってるんですけど、でこっちがプリンスルートで、こっちが御殿場ルート、これ間違ってこっち行っちゃうと富士宮口には戻れないし、もちろん富士宮口行けば御殿場口にも行けないし、気をつけなくちゃならないところですね。まだしばらく砂橋続くのかな。よいしょ、長い、長くない、すげえ疲れる、疲れるけど早いね。あとこの辺石があんまりないんでね、走りやすいですね。すごいね、何時間もかけて上がったところのコースタイムが35分とかだからね。よいしょ、もうちょっと飛んでっかな。分岐ですね。ここ大砂走り、すごい疲れた、汗だく。で今日今朝こっちを登っていったんですね。はあ、疲れた。でそうですね、こっちから登ってきてこっちに行ったんで、今回は大砂走りを下ってきてうる道を下るんですね。あれ、ああ、茶店だ。どっちだっけ、登山の時登ったのこっちだったかな。まあいいか、茶店が見えたら駐車場もすぐそこですね。お疲れ様でした。